ロード長いな。あ、今日午前中ログインしてなかったのがバレるな。そして、うん、こっからロードこっからロード入るんかい。はい、来た。お、未来への扉、松山。松山に行った。あれ、もともと5人来てるんだよね。6、7。お、見すぎもか。8、3人。今回も5人か ?5 人ずつじゃない。はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロなんですが、メンテ分けね。また、代表ユニフォームのガチャが来ましたということで、未来への扉シリーズだね。未来への扉の、松山新田見過ぎか。が、来ましたと。いうことだね。また封印か。パワーディフェンスアジア日本未来の扉で、ディフェンスの未来の扉 25% アップ。なるほど、それはまあ使わなそう。反撃ののろし、タックル、あ、技能封印ではないのか。封印っていうか、だったらなんで第一弾5人みんな同じ技能にしたの。もうこのシリーズは統一するとかしてくれた方がまだ話がわかるんだけど、今回はまた今回で3人とも似たようなっていう可能性もあるか。ディフェンス自身の、ブロックスキル 25%、 さらに適正の代表ユニフォームのスキル威力 2% か。あーで、タックルの回数プラス1、威力プラス30。なるほど。うん。なんだろう。封印に比べてちょっとしょぼい気もしなくはないけど。そして、ニッタ。こっちもパワーだね。で、まあ、未来の扉、アジア日本で、フォワードの扉 25% アップ。なるほどね、と。フォワード編成時自身 15%、 適正編成、適正編成の、代表ユニフォーム 2%。でもさ、扉使うんだったらスキル威力 2% アップってあんま意味ないよね。お互い封印し合うとかを考えるなら、むしろフィジカルをアップしてくれる方がいいんじゃないのみたいな気はするけど。で、ブロックキラー 50%、 パンチキラー 30%。 これはどうなんだ。カウンターキラーとかの方が嬉しい気はするけど、あれブロックに分類されないのかな。されないんだろうな。なるほどね。ブースター、はやぶさシュート。ほー。相手が日本倍。なるほどね。そうだね。見すぎが、こっちもやっぱりパワーかな。で、俯瞰的視野、ミッドフィルダーが 25% ね。で、自身ドリブル 20%、シュート 10%。さらに、適正編成、ミッドフィルダーの、スキル威力 5%。あ、これは、あれか、代表ユニフォームとかの縛りもなく、単にミッドフィルダーのスキル意欲が 5% 上がると。これはじゃあ、なんだろう、他のチームにも組み込みやすいよみたいな感じか。見すぎが、当たりかな、こう見ると。で、投手対エース 50%、なるほどね、と。なんで第一弾はさ、全く、個性のない、みんな封印と、なんだっけ、もう一個。同じ技能二つをさ、5人とも積んでたのにさ、扉の第二弾になったら3人追加で、みんなちゃんと、個性的な技能なの。おかしくない。なんだろう、なんか流れに一貫性がない気がするんだけど、このキャラクターの追加について。で、ステップ1から6までのステップアップループ的なやつか。なるほどね。はい。
ああ、声が裏返った。はい。メンテナンス、終了報告だね。で、メンテの内容としては、代表ユニフォームのステップアップ、代表ユニフォームのステップループガチャ、アルティメットマッチ南葛中編で、レアガチャとボーナスチケットガチャの更新、奇跡リセット、ショップ商品追加、終了が星6確定ガチャ、夢メダル交換所、なるほどね、と、細かい不具合の、修正がありましたよ、と。はいはい、なるほどね。で、奇跡リセットがあって、アルティメットマッチの南葛。あ、これはあれか。あの、ミッションこなすやつか。了解了解。で、ガチャか。力の限り、僕なりに精一杯頑張ってみるよ。あれ、ちょっと待てよ。このイベントはこのイベントでまだ残ってるのか。ランキングいつまでだっけ、これ。あ、18までね。なるほど、なるほど。そっか、じゃあちょっとスタミナ溢れちゃってるから、ここに突っ込んどくか。まあとりあえず30スキップしといて、でまあガチャの方見ていきますか。今日ねちょっとね、あのメンテ前にログインしようとしたらギリギリ2時過ぎちゃって、あ、しまったっていう風になったんで、まあね、ちょっとこんな感じになってますが、代表ユニフォームのステップループガチャということで、まあこの3人がピックアップされてますよと。以前の5人も入ってんのかな。それによって結構違うと思うんだけど、まあこれは新しい3人ですが、提供割合か、提供割合見ると、代表ユニフォーム未来の扉、あ、そうだね、翼、ヒューガ、若林、美咲、葵も入ってるね。そうだね、なるほどなるほど。であればこれね、一つ前の扉の選手持ってない人はね、引く意味あるかもしれん。6枠目の確定が、あー、これはあれだな、6枠目、そうか、代表ユニのジュニアユースゾーン1体確定で、未来の扉の出現率が 30% か。なるほど、それはね結構地雷が多い気がするな。未来の扉じゃない代表ユニも混ざってるので、これはなかなか確定枠でも当たりが来るとは限らないガチャって感じかな。ならバッチメダルもらえるステップ1、2を経て、ステップ3、ステップ4、4まで引く人は引くのがいいんじゃないかな。まあちょっと温存かな、俺は。で、こっちのガチャは多分いずれレアガチャのラインナップに加わりそうな気がするので、引かないと。いったところで、ボーナスチケットのラインナップが、今回変わりましたよということで、加わったのが、たけしと、高杉。たけしと高杉だね、やっぱり。たけし、高杉加わりましたっていうのと、あとは何これ。立ちふさがるタックル、北国シュート、カミソリタックル、タイガーショット、ああそうか、新しく加わった2人の下はゼロ祭りスキルで、加わっ、ここに入ってる面々が続くのか。まずで華麗なオーバーヘッドシュー、オーバーヘッドキックまでが、ゼロ祭りスキルで、その下の、ヘルナンデスから先が、まあ、今までの、ガチャのラインナップと一緒だよって感じかな。はー。そうですか。このたけしなんだっけ。
ここには詳細わかんないな。いずれレアガチャに加わったら引いてもいいと思ってたキャラかどうかが確認できない。先読みジャンピングカットのたけし。あ、これあれか。代表ユニフォームアンダー15のたけしと比べて、うん、どっちがいいかなみたいなことを昔言ってた気がするな。あ、1日1回無料だけ引くか。はい。まあそうだよね。一応ね、レアガチャチケットは溜まってるっちゃ溜まってるので、この二人狙ってね、レアガチャ引いてみるのもいいんだけど、まあこっちはいっか。いずれね、この翼とかもね、レアガチャに加わりそうな感じがするので、翼来た時でもいいかな、という感じかな。なんか、最近、微妙な選手、微妙なガチャが多くて、引くに引けずに溜まってるけど。で、リーグの方は、特にお知らせもなかったし、やっぱりランキングは開催されずと、いうことかな。とにかく力の限り、僕なりに精一杯頑張ってみるよ。はい。なるほど。まあね、強いとか伝えるとかの問題は置いといて、あの技能に関してはね、こうやってね、個別に個性があった方がいいとは思うんだよね、ゲーム的には。ただ前のスキル封じのね、一番最初に出した扉の時にみんな統一感を持たせてただけに、うーん、このシリーズはそういう風にいくのかなと思ってたら第2弾で違うんかいっていうのは、逆になんか何も考えないでやってるのかみたいな感じがしてしまうんだけど、どうなんですかね。まあだからさ、例えばさ、反撃ののろしプラススキル封じとか、ストライカーの意地プラススキル封じとか、未来への扉シリーズはスキル封じで統一するよってして、片方をスキル封じ、もう片方をね、キャラ固有のスキルっていう風に、最初の第1弾の時からしてくれてて、こっちも2個目のスキルはみんなスキル封じだよとかだったら、わかるんだけど、なんか行き当たりばったり感が強い気がするんだよな、このシリーズ。なるほどね。で、まあ、それで見ると、あ、そうだ、一致団結か。一致団結とスキル封じっていう感じだったのが、あ、だから一応あれか、一致団結が、スキル封じと違って最大15分っていうのがないから、5、6、7、8。今回の3人を引ければ、未来の扉の人数が8人になるから、自身のスキル威力が 80% アップってなるわけだ。だからここの威力アップのために引いてねっていう話なのか。そうかそうか。なるほどねーとは思うけど。そうね。で、俺の場合はまだ、未来の扉選手、前回葵引けなかったから、翼、日向、美咲、若林くんなんで、まあ4人で12分っていう状態だから、まあ誰か引ければ15分最大を発揮できるよっていうことで言うなら、ねえ、スキル封じの強化にも一応なるということで、俺の状況ならまあ、新キャラ狙いでね、引いてみてもいいのか。一応ね。で、見すぎが一番汎用性は高そうだったかな。最初に見た感じだと。確か、これがね、適正編成ミッドヒッターのスキル力 5% アップっていうのがあるから、これは、他と違ってね、代表ユニフォームのとかっていう縛りがないから、まあ、いろんなチームに組み込むこともできるし、見過ぎ引けるのが一番嬉しいかな、きっと。
ってとこだけど、そうね、25日までか。まあワンチャン新キャラじゃないしビッグアップでもないけど、葵を狙おうっていう話はなくはないのか。いやー、ちょっとなんか微妙だな、それも。第2弾。そうか。複雑な気持ちだな。まあ第2弾みたいな技能の方が、個人的にはね、好きというか、個性がないからね、最初の5人一生っていうのは。だけど、あっちのが強いんだよ。だからね、なんか、複雑な気持ちになってる今。こういうね、反撃ののろしとかストライカーの意地とか、こうキャラ固有のねスキルの技能の方が、まあなんかいろいろね考えてやってんのかなって気になるからいいとは思うんだけど、でも普通に前回の無個性5人組の方が強力だよねっていうのがね、なんとも言えないところだよね。ってことで、まあちょっとね、今回もやっぱり貯めとくかな。いやー、いつ引くんだって話だよね。宿命のライバルもちょっと低く感じじゃなかったから、まあ2連続スルーという形でちょっとね、水玉貯めとこうかなと思います。まあね、これがね、扉の排出率もうちょっと低くてもいいから、全ステップね、確定枠が代表ユニって形であればね、もう一番最初の技のないやつまで出る可能性あるわけでしょ、一応少しは。それならまあ全枠確定あってもよかったんじゃないのっていうね、星さんっていうことでは、とかはね、思うけどね。まあ、そうだな、スキル封じ引けてない人が狙うって意味ではありなガチャな気がしますが、まあ今回はね、俺はねちょっとスルーしようかなと思います。で、まあイベントに関してはいつも通りの1回クリアしたら終わりのやつのはずなので、まあそっちについては、とりあえず何かあったら改めてね、また動画上げるかもしれませんが、今回はこれで終わりにしようかな。はい、ということで、終わります。ありがとうございました。よいしょ。